こんにちは、あみです。今回はですね、めちゃくちゃ久々にランキングダンジョンをやっていこうと思います。10周年記念杯ということで、まあ、固定パーティーのねだんだんなんですけども、で今回ね、消し方ボーナス、まあ、レッツと無効感をなるべく組んで、まあ、できれば L 字も組んでいきましょうっていう感じのねランダンなんですけど、ちょっとやった感じですね、今順位が 14.9% の、148,454 点、まあ10何万だ、16万ぐらいいけばいいのかな、わかんないけども、ちょっと目指してやっていこうかなって思ってます。待って、あ、でも王冠 10% 圏内なんだ。ちょっとじゃあ 10%、 まあ 5% ぐらい目指してやっていこうかなと思います。あ、今回は特にあの解説とかじゃなくて 10% 目指していくよっていう感じでやっていきます。まあ、とりあえず無効感を組もう、無効感をなるべく組んでいこうよっていうね、もうちょっと喋りながらできないんですけど、はい、これは L にした方が良かったのかな、日をね、うん、そういう感じはあるね。で、ちょっと立ち回りも探りなんですけど、完全に。で、ちょっと木足りなさそうですかね。鉄無効感ですね、これは。はい。これはいいパズル。さすがにこれはいいパズル。で、多分落ち込みも結構大事なんじゃないかなって思ってます。知らないけども。知らんけど。はい。はいはいはい。で、このさ、真ん中に無効感作る癖やめたい。うん。やめよう。ナイス、落ち込ん。ちょっと渋いか？ちょっとね、スキル何を使ったらいいのかよくわかってないんですけど。待って。ちょっと待って。はい。危ないけど、パズルが遅いし。で、ここでベルダンディ使いましょう。ベルダンディ使って、L 組みたいんだよね。ロックが降ってくるので、L 組みたいです。はい。こうかな？こうかな？あ、違うな？あ！最悪。最悪なんですけど、ちょっと指短くない？いや、これ本当はね、無効感、あ、待って。無効感がさ、二つ組める盤面、ぴったり組める盤面なはずなんです。あ、またまた、ちょっとパズル下手すぎない？ちょっともう一回やりますね。あ、全然。ここは伸びてません。ちょっと待って、無効感が下手すぎるみんな。私はパズル下手代表したい。まあでも下手って言うと、いや全然下手じゃないですよってみんな言ってくれるんだけどさ、でも証拠として私ランダーほぼ王冠取れたことなくって、なんだっけ、固定杯じゃなくって、あのガチャドラフィーバーだ、ガチャドラフィーバーでしかほぼ取ったことないから、下手って言っていいと思うんだよね自分で。上手い人は音感取れるもん。はい、落ち込ん、うわー渋い、落ち込んが渋いぜ。落ち込ん大事だと思うんだけどな、特にね、まあ、木降ってきてくれると、待って、足りなくない？木降ってきてくれると、コンボ加算かかる。コンボ加算じゃねえや。得点がね、なんだっけ、あの、たこ焼き。たこ焼きで。あー、もう、どうして無効貫通って難しいんだろう。
あ、待って足りなくない？おお。ねえ、3コンボってちょっと喋るのをやめよう。間違えた、5月になってないよ。おお、ちょっと今回めっちゃ静かに真面目にやったんだけど、初めてね、L 字もちゃんと組めましたよ。どう？ああ、いいじゃん、152,302。これ 10% いったんちゃうの？いかないんかい。おーい、盤面3コンボはなしやろがい。ペンが離れました。もう1コンないの、どうにかせん。列が吹っ切ったんだか。まあ、セーフ。今のはまあ、セーフ。ちょっと危ない。ちょっと危なかったけど。ナイスポン、ナイスポン。さあ、ここで L を組めるかどうか。さあ、組めましたよ。組めて落ち込みもまあ乗って、で、はい。さあ、どうでしょう。ちょっとタイムは遅めだけど、まあ落ち込み乗った分、一回走でね、列降ってきてるからね。さあ、どうだ。お、158,752、 5% ぐらいいってくれ。おー、いいじゃん、これで終わろ。あと1回分ちょっとスタミナあるけど、多分もうね、さっきの列落ち込むはもう出ないんで、無事当初目標 5% 以内、まあ 10% 以内、 5% 以内達成したということで、ありがとうございました。皆さんもね、ぜひ今回 10% ちょっと優しいかなと思うので頑張ってやってみましょう。ということで本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではさよなら。